串古神社の参道を左に進んで2分ほど、串古岳の山麓の熊代川沿いに雨の間内が鎮座しています。天孫降臨の際、雨の村雲の御事が高間ヶ原から水を移したものとされ、不増不減の神水として信仰されています。高千穂串古両神社の例祭では、神輿が安置され、神楽が奉納されています。対岸の夜泣き石は、南山のこの花咲夜姫の御事が抱きついた石とも、豊玉姫の御事、玉依姫の御事のお産にちなむとも伝えられ、信仰を集めています。